ホセ・パティーニョの肖像、ラファエル・テゲオ・ドン・ホセ・パティーニョ・イローサレスは、スペインの政治家で、ミラノで生まれた。1734年から1736年に、かけて、スペインの首相を務めた。彼の父親であるドン・ルーカス・パティーノ・デイバラは、ガリシアに起源を持つセニョールでカステラルだった。父親はスペイン統治下のミラノ公国における軍隊の観察官であり、 秘密委員会のメンバーだった。母親の結婚前の名前は、ベアトリセ・デロサレス・イファシーニだった。パティーノの家族は、スペイン継承戦争では、ブルボン王朝を強く支持していた。兄のバルタサールは後にカステラル公爵となったが、彼は外交官としてのキャリアを歩み、彼の息子のルーカスは著名な将軍だった。ホセ・パティーノは、聖職者を志望していたが、世俗職を歩み、 1700年にフェリペ・五世が王位に就くとミラノの元老院に議席を与えられた。スペイン継承戦争でスペインがミラノ公国を失うと彼はスペインへと戻され、1707年に軍令部の統治機関に勤めた。スペイン継承戦争の間、彼はエストレマデューラ州の地方行政長官となり、1711年から1718年の間は、 カタルーニャ州のインテンダントを務めた。1717 17年に海軍のインテンダントに任命された。その海軍はフランス式に再編されたところだった。激務に対する彼の能力と才能はジュリオ・アルベローニに認められることとなり、彼自身の安全を守ることになった。しかし彼は私生活では決して打ち解けた交友関係を持たなかった。パティーニョのイタリアでの教育は、 彼のスペインスタイルに影響を与え、彼の生涯を通じて、イタリア主義へと陥らせる原因となり、かつ、彼を、さらに出世させることに役立ったのかもしれない。パティーニョは、頑固な王妃エリザベッタ・ファルネーゼと国王に強く、そそのかされたことでアルベロニにより着手された、無謀な外交に強い不信感を持った。彼は、それが参加を導くものであると予想したが、公的業務では、 指示に従うだけで、1718年から1720年にかけて、サルディーニャとシチリア、セウタに派遣されて、多様な遠征軍を主催する利点を享受していた。彼は、後年国王と王妃に知られるようになり、四カ国同盟戦争では、ナバラの辺境地帯で、フランス軍に対する悲惨な作戦の間に、最小のような行動を取るようになっていた。 1726年までに彼は国王から十分な信頼を受けるようになり、彼と彼の兄のカステラル公爵は冒険家リッペルダーの主たる反対者となっていた。リッペルダーはその頃国王,王と王妃を虜にしていた。この注目すべき人物の没落でパティーニョは海軍とインディアスとが愛好のための秘書官に任命された。軍務省が後々他の部門に追加された。 1726年5月13日以来彼の死没島でパティーニョは最小の地位にあった。彼の行政府時代の後半はイギリスとの面倒な交渉に深く関わらされた。すなわち新大陸における植民地と商業に関するイギリスとスペインの二国間の競合における紛争関係であり、この紛争は彼の死後1739年に ジェンキンスの耳の戦争を引き起こした。1735年に彼はスペイン・ポルトガル戦争を開始し、ポルトガルから南アメリカのバンダ・オリエンタルを取り戻した。彼のパティーニョとカンピーリョにおいてドン・アントニオ・ロドリゲス・ビラは政治家の生涯の生没年を集め、いくつかの価値ある書籍を出版した。しかし、パティーニョ政権の最高の解説は、 歴史家のウィリアム・コックスのブルボン家のスペインの章の改装、ロンドン、1815年に見出すことができる。そこでは、マドリードでのイギリスの大臣の通信文書を見出すことができるのである。ありがとうございます。